おはようございます。ティレット申します。風の竜と実況プレイ続きをやっていきたいと思います。前回はかなり長い戦闘を無事終えました。やっぱ考え、結構やっぱなんていうかな、ちゃんと思考がある、考えな勝手やん。 RPG はね、俺作ってないわ思考停止で進める RPG ばっかりやってる僕にはね本当歯応えの難易度でした。じゃあ続き、今回はね、竜と側の視点ができるということだったんで、それやっていこうと思います。そう、竜とのプレイアブルキャラね、これをやっていきましょう。いきまーす。竜と視点っていうことだよね。今まではティリスの視点だったけど、竜とから見たってことは、騙されたティリスとかいいのかな、偽物のティリスとかがね出てくるんじゃないかな。さあ、おお幻惑の森、いや、見ても早速そうだよな。そうだね、その森に迷い込んだら仲間を信じちゃいけないよ。帰って来られなくなるからね。前回はここから入って無事に続きも見れましたけど、さあ竜と視点でねはいははい、まあこれ毎回見てんねパサック好きだな。リュウトのバカってことは言うのかな。リュウトのバカやっぱり言った。期待裏切らねえな。そんな冷たい方しなくてもいいでしょ。そうか、視点が違うんだ。そうか、右下にリュウトが出て前にティリスが出るようになったんか。なるほどね。ティリスちっさティリスちっさ じゃあ帰る、さよなら。ああ、勝手にしろ。ったくあいつは、こっちになった。静かだな。あいつがいないと。いや、騒々しいやつがいなくて、せいせいする。おお、これか。ティリスの電話、数ヶ月前。彼女の住む町が魔族に襲われた。それを倒したら、なぜか俺の旅についてきた。遅かったね、リュウト。お前、なんでここに。あなたのことが、気になって。傷の手当てはいらんと言ったはずだ。人の行為は、素直に受け取るものよ。はい、おしまい。要はそれだけか。決めたの、私ね。あなたのためについていく。の。とりあえず、冒険者になって武者修行をしようと思って。よろしくね。正気か？俺は魔族だぞ。それがどうしたの？え？はぁ、かわいい。旅は一人より二人の方がきっと楽しいよ。ずっと一人だった。一人で平気だった。ティリスに会うまでは。やっぱかけがえのない、そんなお互いがお互いね。うん。さすがにこんな森は剥がれた場合はまずいか。うん。これあれだよね。イーグルだよね。あの25ターンかかった。シース。どうだ？どうに？まさか。ニュート、あっと、これは、これは、確実に、絶対あっちだ、絶対あっちですよ、これ。チース、どうした？しゃがみ込んで。え？あらまあ、いい一枚、怖かった。おい、こんなところであまりしがみつくな。嫌だよ。だってあたし、言うと何をするの？下手な芝居をせ、エンチャント。なぜわかった？小さい。え、まさか。あいつの群れだ。もう少し大きい。いや違う。抱きつかなきゃわかんなかったじゃねえかよじゃあ。むつすんか。放っておけ。ちょっと待ってじゃあセーブしとくか。あ、多分戦闘来るよね。戦闘来ると思うんでちょっとセーブしときますね。
なるほど、こういう仕掛けか。ギルドからお前の討伐依頼が出てる。観念しろ。抜かせ。わあ、やっぱりあんのか。ってことはリュートを使うってことか。リュートを使って戦うってことかな。あ、戦闘だ。リュート HP700。 でも回復はできないよね、自分の。ってことはひたすら押していくってことなんかな。時間が惜しい。本気でいく。おお、おお、右目が金色。片方だけなのに妙だが、貴様魔族なのか。決定の奴ら、魔族は人間の女と年頃になるとは。おしゃべりに付き合う気がない。被害報告から観察してエンチャントは一体だけではない。急いで倒さなきゃテイスが危ない。風魔法に防御。あ、敵から受けるダメージを減少して生命力のために回復すると。あ、回復一応あるんだね。まあそうしないとダメだろうな。瀕死時に威力は高く4桁のダメージを与える。瀕死時っていうのは敵が瀕死の時に威力が高いんかな、多分。で、風魔法を強風時は無能の風使い。そういや前回の戦闘でも強風の時は使えなかったもんね。じゃあ行きますか、普通に。おー、299。うわっ、まさこそに武器を使うとは。人間の真似としてどうするつもりだ。案外貴様も俺たちと同じ穴の無地でだったりしてな。お前たちと一緒にするな。うわっ、89、強い。防御が分かんないんだよな。ただ多分強力ななんか攻撃が来るっていうのは多分あると思うから。うわー、強い。吸血攻撃か。貴様のうちは人間魔人をする。混血か。なるほど、固めた金色のそのせいか。ふっふっふっ、かわいそうに魔族と人間の両方から疎まれる存在とはな。あの女はそんな貴様を唯一受けていてくれたかけがえのないものといったところだろう。いいね、そういうものが無残に殺された時の貴様の反応が最高のスパイスになる。見た目通り中身も悪趣味なやつだ。想像以上に随分と知能が高い魔物だ。油断はできない。そうだね、何かある可能性あるから。これ回復ちょっとどんぐらいするのか見てみたいな。うん、140か。リジェネとは見えない消費を作り出した。ん、今何かしたか。え、何、アタカンタみたいな。魔法カンタかアタカンタのどっちかやと思うねんな。何、見えない消費が壊れた。目の前に何か見えない障壁ってことは何か攻撃か魔法を効かなくするみたいな。何、不思議な正気が漂う。次の行動は警戒した方が良さそうだって言っても連続できないでしょ。連続しちゃったもん。ワンチャンこれ風でさ、正気吹き飛ばすってできないの。ダメか。あ、ダメかな。正気っていうから風でピューってやれなんかな。大丈夫かな次の。うわー、やばい。うわー、強ーい。強すぎだろ、危ねー。わー、強いなー。防御するか。ここは普通に防御するしかないよな。防御失敗。なんでなんで、一回間空いたのに。危ないな。攻撃してやばいやばい。うわー、やばい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 。でもこれさっきその今セリフ的にもしかして金攻撃すれば集中力が途切れみたいな感じなのかな。攻撃クリアす。あー、やっぱり。なぜ防御しない。畜生。あ、やっぱり前見のやつね。でもさっきの結構食らったかな。回復したいな。よし、ナイス防御。
めっちゃ喋んじゃん。ターン制限とかあんのかな。やっぱり25ターンとかかかるとかかりすぎなんかな。あー、これはもう防御するしかない。まあ大丈夫大丈夫、これは普通に攻撃していい、これは攻撃していい。よし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 、で防御して、交互やったら大丈夫やね、少なくとも。で、はい、攻撃。痛い。あ、弟だったんだ、あれ。俺は弟は俺以上にえげつない殺し方が好きなやつなんだ。生きたままゆっくり皮を剥いでいくとか。いい加減口を塞げ。思ったより時間がない、思ったより。思ったより。確かに。でも、これきついかな。なんか、多分ね、今だみたいなところが来そうなんですよね。なんか、今だみたいな感じのが来ると思うから、もうちょっとね、引っ張りたいな。何？うわぁ！やってみろ。肉体強化したのか。あ！ここかぁ！さっき使っちゃったからなぁ。間に、大丈夫かな？間に合うのか？あーくそ、ここ障壁かよ。時間が絶対これ足りないみたいな感じになりそうやな。めっちゃ言うじゃん。一刻も早くってやっぱ、ターン制限あんのかなぁ。多分あるんだろうな。はじめの400痛かったかな、これ間に合ってないかな。猛毒か、急に。急にじわじわと時間かけるのに。じゃあ奥義します。おお、強い。終わったな。あ、終わった終わった。どうやら間に合ってんのかな。とどめだ。待って、リュウト。ん？お願い、待て、恋人を殺せるの？卑怯だ。ですよね。かは。ちょっと演出がありゃ、下手な芝居をせと言ったはずだ。あいつだ、もっと。まあ、間に合ってるかどうかわかんないよね、確かに。チリス。